ジョン・マクファーソン・バーリンはアメリカ合衆国の政治家。アンドリュー・ジャクソン政権で第10代アメリカ合衆国司法長官を務めた。1781年8月23日、ニュージャージー州ロッキーヒルにおいて、ジョン・バーリンとマーガレット・マクファーソンの息子として誕生した。1782年にジョージア州サバンナに移住した。1796年に プリンストン大学を卒業し、サバンナ市内で法律を学んだ。1799年に弁護士として認可を受け、ジョージア州ルイスビルで弁護士業を開業した。その後サバンナへ戻り、1809年にジョージア州東部巡回裁判区で法務官に選任された。1810年、同裁判区で裁判官となり、1821年1月30日に、 辞職するまで10年以上にわたって法廷生活を務めた。また1812年の米英戦争においてサバンナ志願兵中隊で大佐を務めた。1822年から1823年までジョージア州上院議員を務めた。その後バーリンは民主共和党からアメリカ合衆国上院議員に選出され、1825年3月4日に着任した。 1829年3月9日、バーリンはアンドリュー・ジャクソン大統領から司法長官に任命され上院議員を辞職した。バーリンは1831年6月22日に辞任するまで司法長官を務めた。司法長官退任後、弁護事業を再開した。1841年3月4日、ホイッグ等からアメリカ合衆国上院議員に、 再び選任された。1845年5月、ジョージア州最高裁判所のポストを受理するために上院議員を辞職した。だが、同年11月、自身の空席に対する重当要因として、再び上院議員に選任された。1846年の選挙で再選した後、1852年5月28日に3度目の辞職をした。バーリンは、 上院議員在職中、地域問題に固執した。南部州検討と提携し、1850年の妥協やウィルモット上校への反対運動に協力した。第20回、第26回、第27回の合衆国議会において、上院司法委員会の委員長を務めた。バーリンは1855年に、ジョージア州ミレッジビルで開催された。 アメリカと全国大会で議長を務めた。1856年1月1日、サバンナで死去した。遺体はサバンナ市内のローレルグローブ墓地に埋葬された。ジョージア州バーリン軍お及びミシガン州バーリン群はバーリンにちなんで名付けられた。ありがとうございます。